の作品を作り上げることができたおかげで、やっぱり多くの人に出会うことができましたし、最初に絵を買っていただいたっていう経験はこの四十九日からだったので、原版を潰しました、版画を破壊したことによって、そこからこう再生が生まれてるんですね、自分、私がですね、壊したのではなく再生するために破壊したということです。祈りを込めて、なんかどうつながっていくか、やっぱりその絵がその魂の薬になるっていうのも、なんかもっともっとなんかそういう気持ちを奮い立たせながらやっていきたいなっていうふうにすごく感じました。ライブペイント、最初にこうマントラ唱えて瞑想から入るんですけど、まあ、基本的に全ての絵は全部瞑想のような捉え方で絵を描いてるんですけど、なんていうのかな、その場の土地のエネルギーに同化するためにこの土地に感謝を込めて頭を下げるんですけど、リド島はね、たくさんの方が亡くなられた場所で、祈りっていうのも、ね、鎮魂の意味がありますから、今日はたくさんの亡くなった方の魂と、あとこのフェネチアに迎え入れてくれた多くのスピリットに感謝を込めて描いていくという気持ちでいます。今本当に祈りが重要な、もう世界中が試練に立たされている時に、祈りっていうテーマを持って描けてる今があってよかったな。
川さんが結界を張ってるんですって、うん、守られた中の神域の中で暮らしてもらうっていうのはすごい光栄なことなので、でお話しさせていただいたんですね。そしたら大変だったと思うんですけど開けてくださって、朝の勤め出たりして、結構瞑想してるとなんかすごいこう暗号というか記号みたいなものがすごい浮かんでくるんですよ。これには絶対なんか意味があると思って落とし込みました。結構台湾とかでもねそういうこと多いんですよね。書いたこととかを台湾の人たちが、まあ香港もそうなんですけど、結構もともと自分たちの中にあったアイデンティティと照らし合わせて解釈していってくれて繋がっていってくれるんですよね。そういう経験すごくあったので、コロナで一度閉鎖してしまったからこそ、我々人類だけじゃなくて生きとし生けるものは、うん、植物も含めてそのいろいろなものがこう混ざってくってすごく大切なことだなと思って、私たちの人間の命というのは目に見えないですけどもつながっていて、特にまあ全ての命が大切だということを高大師はお伝えになってますので、ぜひ現代の漫画で描いていただきたいと思います、うん。マンダラっていうのは人々がその魂としてなんだろう成長していって純粋なやっぱり汚れのない場所に向かっていくための指針というか、まあ、地図というか、こういう神聖なものを書かせてもらうときは自分の自我はいらないと思ってるので、今すごく唱えているのが大調和っていうこと で、第二次世界大戦以降から大加速時代って呼ばれて、本当に人々っていうのは心とか魂とかの在り方ではなくて物質で満たされる心っていう方向に、ね、向かってしまったんですけれども、やっぱりそういった中で例えばこう自分たちが異質だと思ってたものが異質ではないというか、全部こう実はつながっている、その大調和していく力っていう、我々が全てを認め合ってお互い調和の力で別々のものと別々のものがこうくっつき合っていくっていう、そういったものをですね、この一対のマンダラで表現できればいいなと。
書いてってね言ってくれて、その役割をいただきながら書いてられるっていうのはやっぱり生きてるっていう証拠なのかなと思います。